皆さんこんにちは。 NPB 考察委員会です。昨年の12月に行われた現役ドラフト、これは今の所属球団では出場機会が少ない中堅選手の飼い殺しを防ぎ、選手の活性化を目的に導入された制度で、2018年から議論を重ね、昨年12月についに行われました。その結果、ホークスから阪神に行った大竹耕太郎選手がキャリアハイの10勝をマークし、横浜から中日に移籍した細川誠也選手もキャリアハイの140試合に出場し、打率2割5分3厘本塁打24と大ブレイク。他には楽天から巨人に移籍したオコエ選手が開幕スタメンを勝ち取り、巨人から広島に移籍した戸根選手は前半リリーバーとしてフル回転するなど一定の結果を残した選手もいました。その裏で今季戦力外になった選手も多く、その数なんと6選手、半数が1年で退団となってしまいました。光と闇がくっきり分かれたこの現役ドラフト、果たしてこの現役ドラフトは有用だったのでしょうか。そこで今回は現役ドラフトは成功なのか、今後の改善などについて考察ご紹介していきます。現役ドラフト、日本プロ野球選手会がメジャーリーグベースボールが導入しているルール5ドラフトを参考に、出場機会が少ない中堅選手の移籍活性化を狙いとして導入された、いわば選手のフリーマーケットといった制度で、選手の飼い殺しを防ぐために2022年12月に第1回が開催されました。この現役ドラフト案が上がったのは2018年で、7月に選手会の臨時大会においてその議論が交わされ、2018年8月から選手会と NPB の選手関係委員会との間で事務折衝を続け、2019年3月には選手会が NPB との事務折衝でこの制度の導入を正式に提案。余談ですが、当初はブレイクスルードラフトの仮称で報じられていました。ちなみに NPB では過去に複数の移籍案が上がり協議された歴史があり、1970年から1972年に選抜会議が行われ、さらにフリーエージェント制の代案としてセレクション会議という名称の案が1990年に2度行われたものの、いずれも定着することができなかった経緯があります。なので今回の現役ドラフト導入は3度目の正直ということですね。その後2020年1月21日にプロ野球実行委員会によって制度案を取りまとめ、2020年1月22日に NPB と選手会の間で現役ドラフトについての事務折衝が行われ、この中でプロ野球実行委員会によって取りまとめた制度案が提示、選手関係委員会の委員長で阪神タイガース副社長兼球団本部長の谷本治氏は報道陣に対し、12球団の方針が大筋合意したことを明らかにしました。2020年2月中にはそれぞれの球団を巡回し、 NPB がまとめた案を持参し、選手側の意見を集め、もし選手会が合意すれば2020年3月5日のプロ野球実行委員会で2020年からの導入が決定される予定でした。しかし新型コロナウイルスの流行による同年のシーズン開幕延期などで議論が中断。4月6日のプロ野球実行委員会後には、谷本氏が選手会とのやり取りは言っているとした上で、2020年中には難しくなったのは共通の理解と年内の開催が難しくなっていることを示唆。その後も協議が続けられ、2022年9月に指名方式が判明。10月7日 NPB と選手会は同年12月9日に開催することで合意し、実際に開催されました。ルールとしては各球団が指名したい選手1名に投票、予備指名を行い、最も多くの票を獲得した球団が1番目の指名権を獲得します。最多得票の球団が複数となった場合、同年のドラフト会議におけるウェーバー順で指名権を決定し、指名権を獲得した球団が予備指名を行った選手を指名し、指名権は選手を指名された球団に移行。これを同様の手順で12球団が各1人を指名した時点で1巡目の指名を終了するという流れになります。選手が指名された球団がすでに指名を終えている場合、指名権は予備指名の得票順、同数の場合ウェーバー順により移行先を決定します。1巡目ではすでに指名を受けた選手、指名された選手の所属球団の選手を指名することはできず、予備指名の選手が上記の条件により指名できない場合、指名可能な別の球団の選手を指名します。また11番目に指名を行う球団は12番目の指名順の球団の所属選手を指名しなければならず、1巡目終了後2巡目の指名意思を示した球団で2巡目の指名を行います。2巡目は参加球団の中で1巡目の指名の逆順で行われますが、参加球団は指名順になった段階で
指名を棄権することもできるルールとなっています。2巡目ではすでに指名を受けた選手、2巡目において指名された選手の所属球団の選手、2巡目の指名を棄権した球団の選手を指名することはできないこととなっています。現役ドラフトは非公開で行われ、対象選手リストの情報のうち指名を受けた選手の指名以外の情報について各球団は秘密保持の義務を負うということになっています。なお指名対象選手にも条件があり、現役ドラフトでは NPB12 球団が提出した選手が指名対象選手となる、次の選手は指名対象とすることができません。外国人選手、複数年契約を結んでいる選手、翌期の年俸が5000万円以上、 FA 権を保有している、または行使したことがある。育成選手、前年の年度連盟選手権試合終了の日の翌日以降に選手契約の譲渡によって獲得した選手、シーズン終了後に育成から支配下契約となった選手、各球団はシーズン終了後の全保留選手名簿の提出と同時に現役ドラフトに出す指名対象として2人以上を提出する必要があります。それを全球団で指名するわけですね。昨年は全球団が1巡目のみの指名となり、2巡目の指名はなく終わっています。そして今季現役ドラフトでチームの主力となったのは中日の細川選手と阪神の大竹選手の2名、一時期戦力として活躍したのは広島の刀根選手、巨人のオコエ選手の2名、合計4名が恩恵に預かったと言えますが、現役ドラフトで移籍した12選手のうち6選手が戦力外通告に、厳しい世界というのを改めて感じましたね。このように明暗が分かれた現役ドラフトですが、果たしてこれは成功と言えるのでしょうか。結論から言うと成功したと言っていいでしょう。現役ドラフトは言い換えれば戦力外通告一歩手前の選手に対するラストチャンスとも言えます。選手もこれで移籍となればラストチャンスと思えるでしょうし、同時に新天地から力を求められているとも感じるはず。野球選手にとって一番辛いことはチームに貢献できず必要とされないことです。いつ上に呼ばれるかわからない、そもそも選手が揃いすぎてチャンスがない、そんな選手を対象に行われる制度ですので、これで指名されたとなれば死に物狂いでチャンスをつかみに行くでしょう。それでチャンスを手にしたのが細川選手や大竹選手といえます。逆に戦力外になった選手はラストチャンスをもらったにもかかわらず戦力になれなかっただけのこと、1年に戦力外になるのもおかしくはないでしょう。言い方は悪いですが、球団からすれば戦力になってくれれば万々歳ですし、ならなくてもある程度は織り込み済みの状況、新たに補強すればいいだけなので、選手はラストチャンスがもらえ頑張り、球団はそれを生かせば残しダメならすぐ切れるだけのこと。残酷ですがいいサイクルだと思います。実際野球評論家野口俊博氏は、何人か戦力外になってしまいましたが現役ドラフトで移らなくても同じことになっていたと思いますと指摘しており、移籍して自分の立場をつかめなかったのは現役ドラフトだろうが何だろうが変わらない、12球団で成功した選手が2人いただけでも意義はあるんじゃないでしょうかと新制度の成功を強調してます。また球界の頭脳と評された元ヤクルトの古田敦也氏と、日本初の100勝100ホールド100セーブのトリプル100をマークした元巨人上原浩二氏も、この制度はあった方がいいと自身の YouTube チャンネルで軽くですが触れており、制度自体は成功で選手にとっても必要でもあり、このまま継続してもいいと思います。ただ改善点も存在しており、指名できる選手の少なさは改善の余地があるのかなと思います。現在各球団から2名ドラフトにかける選手を提出していますが、球団の補強ポイントと合致していない選手というのは当然ながら出てくると思います。12球団全ての補強ポイントに合致しないというのは考えにくいですが、正直使いどころがないという選手もいると思いますし、その選手が最後まで残っていれば指名しなければいけない状況になると球団としても迷惑ですよね。選手も活躍できる場を求めてるのに全く活躍できないことになりますし、実質的な戦力外選手が対象となる可能性もあります。またこの現役ドラフトで一定の成績を残した選手には共通点があり、一つは1軍で1年だけでも結果を残した選手、もう一つは1軍ではダメでも2軍で無双していた選手が挙げられます。もちろんこれは今回のみの共通点ですが、上記に当てはまらない選手がもしリストに入っていれば球団としても指名しにくいでしょう。なのでこのリストアップ選手の人数を例えば5選手に増やし、そこから最大2名というやり方を取れば少しは選択肢も広がるのかなと個人的には思います。ただ球団によって選手層が違いますし、人数を増やせば
戦術した戦力外選手をリストに入れるという可能性も出てくる懸念点もあります。このあたりは現役ドラフトを繰り返して調整していくしかないでしょう。とはいえ、昨年さまざまな意見がありながらも今季オフの楽しみの一つになりつつある現役ドラフト、選手からすれば気持ちのいいものではないかもしれませんが、先ほども言った通り新たなチャンスが巡ってくるとも言えます。新天地で活躍できるかは自分次第。果たして今季はどんな選手が移籍し来季にどんな姿を見せてくれるのか楽しみですね。皆さんは現役ドラフトについて何か改善案などはありますか？よければコメントで教えてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。